タイトルは、モーダル間の変換後の一致性と、ジャンル表を用いた解釈可能性の考察ということで、報告させていただきます。副題としましては、テキスト,トゥーミュージックとはと、テキスト,トゥーイメージから、イメージトゥーミュージックを例にして考えたものです。で自己紹介ですけども、大田と申しますで。えっと、X のアカウントは、うさぎさん2020になっています。 大学院で、あの、環境学を専攻してたんですけども、専攻で統計学、統計解析を、えっと、学んでおりました。でその後、インターネットの会社で、えー、データのサイエンスの、あの、経験を積,、ま、積みまして、今は、えっと、データマーケティング、マーケティングよりのデータの業務を行っております。えー、少しこう、ジュリアのデータサイエンスの翻訳ですとかは、あの、したことがあります。最近では、 汎用人工知能の、えっ、ー、と、認知科学と、あと、その、最近の大規模言語モデルを使った、えっ、ー、と、そういった研究みたいなことも少しかか、かかわらせていただいております。はい。でえっ、ー、と、今日の、あの、これからの発表の、あの、えっ、ー、と、目次なんですけれども、まだ、あの、実装まで、までには至っておりません。 でそれただ、実装に向けた、その、えっと、見立てというんでしょうか、見込みを立てたっていう部分をお伝えさせていただきながら、えっと、技術面でのその、情報の何か提供ができればということで発表させていただきます。でまず、あの、実装に向けた背景として、モチベーションをお伝えします。で、二つ目に、今回、マルチモーダルを扱うんですけれども、特にこの中で、NGPT っていうのがありまして、この NGPT っていうのは、 えっと、既存の,あの、えっと、モーダルのファウンデーションを、えっと、集め寄せ集めのような形だってよく言われてるんですけども、これこそまさに今の時代にこう API をうまくつなぎ合わせるかとか、組み合わせるかとかっていったような面では、すごいいい勉強になったとっいうことであの、報告させていただきたいと思って、振り上げましたで。3番目というのが、えっと、この実装に向けた目的なんですけども、 一つはそのモーダルの変換ですね。モーダルというのは後でご説明しますけども、モーダル変換の,この一貫してないと、こう、期待していたような、こう、あの、あれですね、結果が、生成された結果が、期待する前のそのイメージしてるものと一致しないと、えー、結局ユーザーは使わなくなってしまうってことでは、結構重要なんじゃないかなって考えています。四つ目というのが実験としましては、 ある程度、既存のものであの、簡単にできるような形で、一回、簡単な実験計画を立てていって、あのモーダル変換後が一致しているかどうかっていうのをこう試みました。5番目というのが、ジャンル表による解釈の試みということで、モーダルの変換の前と後で、本当にそれがこう一致しているかどうかっていうのはあの、ユーザーの視点からしますと、例えば、 あの音楽のジャンルを画像のジャンルに変換したとか、ですねあるいは画像のジャンルを音楽に変換した場合に、その分類する分類先のジャンルというのが少なくとも一致してないと、おそらく違ってるんじゃないかなと思われるので、そのジャンル表っていうのは結構あの使いやすいかなと思って、解釈可能性ですとか、最近の,その,あの解釈性ですよね、解釈性にはジャンル表を使って、 見るといいな、な、と思って、あの、ジャンル表による解釈の試みを行いました。今度はその、ジャンル表自体がそもそもまた問題っていうのもありまして、えっ、ー、と、これをオンドロジーっていう、あのー、概念で何か実際にこう、落とし込めないかなっていうことで、少し6番目に解釈の試みを行いますで。最後にまとめと、まとめを行いたいと思っております。で一回その、NGPT のこう、イメージをちょっと見ていただきたいと思ってまして、簡単なデモを でこのような形で、結構直感的にこう出てくるものでして、でその最初、一番上のこの、あまりにも最近疲れてんだよって言ったと時に、リラックスできるようななんかこう適切なものなな、なんかどっかないかって言った時に、湖のその、湖とかどうなんだっていうことで提案してくれてで、湖のこの画像を実際にこう提案してくれるような形で、この辺をこううまくこう回していけると、あの、店舗のような形でこう、 あの、人間とあ、いわゆるマルチモーダル AI とのインタラクションというのがうまくいきそうかなっていうことで、今回、やり上げさせていただきました。そうですね。はい。これは後でまたやります。で、これと同じようなことをこれから実験で行ったということです。はい。えー、マルチモーダル AI っていうのは、いくつか、こう、マルチモーダルっていうのは、あの、定義はいくつかあるんですけども、 今回は2つ以上の異なるモダリティ、モダリティというのはデータの種類ですけれどもあの、画像ですとか音楽ですとか、テキストですとか、そういったそのデータの種類としてのモダリティから情報を収集して、それを統合して処理する AI システムのことっていうので、1回定義しております。でこれは OpenAI の ChatGPT ですとか、あるいは Gemini ですとか、ほとんどがこのいわゆるマルチモーダルに今なってると思います。えー、ただ、これを踏まえて、えっと、 マルチモーダルのこの NGPT のマルチ,マルチモーダル AI っていうのが3つ以上の異なるモダリティで扱っているもので、あのいわゆる Any to Any って言われているものですで。本発表ではこれらをマルチモーダル AI として捉えて NGPT に近いような形の実装をこうができるかどうかっていうのを一回こう試してみるような形でその過程を報告するようなものになっています。 で、下に書いてあります通り、モダリティとはテキスト、音声、画像、あと動画ですね、あとセンサー情報も含めて、こういったものを指すっていうことによって定義しております。で、この実装に向けた背景なんですけれども、はい。えー、とっと、すみません。はい、NGPT のことを少しご説明しますと、ラーマ2をベースとしているもので、でこれはラーマ2ベー,してベースとしておりますので、テキスト理解をしていると。 で、ここであの、テキスト以外の、そのいわゆる画像ですとか音楽のデータっていうのは、えー、いわゆるトークナイザーとディートークナイザーでデータ変換してるんですけども、この中で、えっ、ー、と、画像データはシードっていうのを使ってるようでして、あの、ビットでこの画像をトークナイズして、で、ステーブルディフュージョンでディートークナイズしてると。いわゆる扱えるようにしてるっていうことだと思うんですけども、同じように音声データも、えー、このラーマ2があの理解できるように、あのスピーチ、スピーチトークナイザーを使って、 1>, えっと1秒あの刻みであの50ヘルツでサンプリングした上で、波形をこう主にこう畳み込みで,で構成されているような形でエンコーダーを使って変換していると、あの意味的な特徴と音質的な特徴にこう分離しているということだと思いますので、こういった画像と音声のデータをあのうまく学習データとして使っているんですが、えっと、モデルの,この学習が2つあるようでして、1つはテキストとそれ以外のモダリティのデータ、種類で学習していると。 で2つ目というのが、3つ以上のモダリティを組み合わせたあの学習データで、えー、学習しているとで、この2つ目というのが多分重要でして、あのー、各モダリティのデータから、いわゆるあの1つ目というのはそのテキストのキャプショニングを、あのー、しているということで、このキャ,キャプショニングというのが、あ,のー、ある程度、鍵になっていると思っているんですがで、2つ目のこの3つ以上のモダリティを組み合わせた学習データというのは、本当に作れるのかということですけれども。 それをこの次のスライドで説明したいと思っております、えー。3つ以上のこのモダリティを組み合わせた学習と学習用のデータの作成方法に関しましては、えっと、せあのー、うまく生成 AI の,この出力を学習データとして使用しているとで。これは良し悪しあるかもしれませんけれども、一応そういった形で使われていると。先ほどの画面の世界、あの、この下のこのちょっとこう、あのー、キャプション取りましたけれども、 真ん中の、あの、ライティングチャッツっていうのがありますが、ライティングチャッツのところで、えっと、そういった形で、その、がえ画像のその世界観、画像のデータでしたら、画像の世界観の音楽をつ、世界観を音楽を使って、プロンプトド実行してくださいとかっていうのをこう実際に行っていると。中身自体はラリー3ですとか、あるいは Azure のテキストスピーチの API が使われている、あるいは音楽生成のモデルですと、ミュージックゼン、ジェンが使われていたりはするんですけども、この辺の音楽、 組み合わせでで作られてるようですでやっぱり最初はのチャット GPT で2万種類ぐらいのトピックを生成して、1番目にトピックプールで生成していって、2番目にこのシナリオを作ってると。で、この数が10万個ぐらいのデータなので、先ほどあの冒頭であのデモを少しあの、YouTube のデモを見ていただきましたけども、いわゆるその中からあの1つであるということがあの言えるという、あの1つですということです。で 今度はモーダル変換の一貫性とかっていうのがない、一貫性や評価に関してなんですけども、なんでこの一貫性が出てくるのかってことは、例えばそのテキストから画像生成を作る,する際に、あるいは画像生成からテキストをする際に、ある程度こう一致してないと、一貫性がないと、あれこれおかしいなとか、毎回毎回違ったもの、全然違ったものが出て,きてしまうと、おそらく使わなくなってしまうんだろうということで、ある程度一貫性っていうのは必要な。 あの、指標というか判断基準になるかなと思っております。はい。今度はあの、実際にこう実験なんですけど、大した実験でもないんですが、えっと、プロンプトとして、例えばあの、ロック系のミュージックをまずこう作ってくれって言って、これはあの、ジェミニでやったんですけども、実際に、ジェミニはその、えっと、楽曲とか作れないんですけど、一回プロンプトで作ってみますと、Can you show me ロックミュージックっていうと、えー、いくつかこうロックミュージックをこう出してくれるんですけども、 この辺で出してくれまして、その後プロンプトで、えー、この Can you create an image similar to music a b o っていうので、ロックミュージックに似たあのなんか画像を作ってくれないかっていうんでやりますと、確かにこれの後その、Sorry I wa、uh, wasn't able to generate the images you requested っていうので、まあ、あのリクエストのようなあの画像は生成できないよって言うんですけども、指定しないで、まあ、もう一回僕があの Can you create an image ってやると、 下のような、このような形が出まして、革の服とか、なんかこう、レコードのバンとかありますので、なんとなくロック風のその絵画、画像を生成してくれた感じだと。そうすると、今度この画像を元にして、Tan you show me music based on the picture っていうので、この、あの、先ほどのその画像を生成してくれたものを元にしながら、音楽をもう一回、こう、なんか、あの、示してくれないかっていうと、えー、結構そのロック系のそのクラシックなロックを あのがいいんじゃないかと勝手にこうあの下で提案してくれてるのである程度一貫性を持ってできているということはこの辺で確認できてるかなとでこれを今度はえっとジェミニはあの音楽生成できませんので適切イメージのがテキストから画像の時にマルチャンで使うように一づけ一づけまして二番二番目にハギングフェイスのスペーシーズっていうとことがありまして。 ここで、あの、イメージミュージックで画像から音楽を生成することができますので、でここで画像から音楽を生成して、で3番目に、えー、まるで、こう、実はその生成されたプロンプトっていうのが出てくるんですけども、これがミソでして、各、その、あの、NGPT の,の特徴というのは、テキストのキャプショニング、いわゆる画像のキャプショニングでテキストに、こう、毎回その処理するときに渡してるってことですので、 このプロンプトをもとにして、今度え、テキストから音楽生成のオーディオを使ってやってみますで。そうすると、ま、ま、まで、あの、ハンギングフェイスで画像から音楽を生成した内容と、あと、まるさんのテキストから音楽を生成した内容っていうのが、大体一致しているんじゃないかとで。もしそれが近いような内容だったら、ある程度一貫性があ,のあるよねってことが言えて、ある程度、こう、寄り合わせの API でも、あの、エニ、エニトゥニの えー、マルチモーダル基盤はあ、マルチモーダル AI は作れそうだってことが見込みが立てられるってことで、えー、この辺の少し簡単なロジックを使っていくと。下のちょっと赤いやつ書いたんですけども、なんとなく僕ピン、なんとなく変だなと思って、ま、あの前から気になってたんですけど、テキストから一気にその音楽を生成するっていう場合は、例えばそのテキストから一回画像を生成して、かつ画像を、その生成された画像を元にして、 テキストあこれ、テキストって書いてありますけど、ミュージックですね。間違いですけど、イメージトゥミュージックの,ミュ,あのミュージックに結局は生成していることと大体同じ一、同じようなことになるんじゃないかなと思ってたんですけど、これはテキストのキャプチャー、キャプチャー、キャプショニングを映しているってことをおそらく共通としてあの使っているのでおあの、できるような気がしております。ちょっとこの辺しっかり私も分かってないんで申し訳ないです。 で、これを今度の、今作ったの、今少し音楽をちょっと聴いていただければと思うんですが、はい、これはあの最初はの、はジェミニーでテキストイメージで、Can you do me a picture of a sunny beach? っていうサニービーチの絵を描いてもらいました。でサニービーチの絵を今度はあの元にして、 ハギングフェイスのこのミュージックジェンのモデルをあの用いて、これは NGPT のモデルと同じなんですけども、イメージトゥーミュージックでミュージックを作ってもらいました。で、ミュージック作る、生成されたミュージックっていうのが先ほど流した曲です。で、この時に、ここのところにこのインスパイアルミュージックプロンプト、ミュージカルプロンプトっていうのがあるんですけども、このところのこの、これが多分テキストのキャプショニングに多分該当するのかなと思ってまして、これを元にしておそらくまた作っていけば、いわゆるテキストですよね、これが。 プロンプトのテキストとして、プロンプトにこう入力すれば、同じような曲が出来上がるはずだっていうような仮説を立てて、次のスライドでえと実行してみます。でこの仮説をつくあの立てた時の実行、何で実行するかって言いますと、ウディオなんですけど、ウディオっていうのはテキストとミュージックの,あの、えっと、機能でして、サービスでして、API でして、でこれでまあ試してみると、先ほどのそのプロンプトのこの英語で書かれてたのをちょっとこう、日本語訳で見ていきますと、 穏やかなパーカッションと柔らかい弦楽器を備えたまろやかなアコースティックギターのメロディは夕、えーは夕日の静けさを反映し、平和で、えー、瞑想的な気分を呼び起こしますというような意味で書かれていますで。これで、あのー、作った、えー、っと、あれですね、あのー、というのが、これ、今、こちらになるんですけど。 一つ前の多分その曲と若干結構似てる。した音楽が多分聞こえないかもしれないですね。そうです。すいません。<わ>は,はいあ。じゃあすいません。後でまたこれ音源はご案内しますで。で、これのこの音源のさしたもの結構似てるようにはあの聞こえてるんですけども、で、これである程度こう見込みが立ったんだと。で、今度はその解釈とか、 えどうやってじゃこれできるかっていうと、先ほどのプロンプトだけによるんですけども、えちょっと違った方向で、あの、ユーザーの思考に合い見合うようなジャンル表の生成をこうちょっと考えてみますと。このジャンル表っていうのは、プロンプトで私もちょっと作ったんですけども、上記の表で、あの、一回作ったんですけど、それを元にして、画像を起点にして、音楽のジャンルを表形式でまとめてくれっていうふうに言うと、被害者のような、この、えっ、ー、と、ジャンルができますと。 音楽のジャンルで、まあ、よくあるポップとかクラシック、ロック、ジャズの4つのジャンルがあります。で、これに対して画像のジャンル、この音楽のジャンルに対して対応するのが、例えばポップでしたら自然風景ですとか、クラシックでしたらアートですとか、ロックでしたら都市風景とかっていうふうに、あの、一応対応関係があります。で、これで、えー、今度はもう一つ右の方なんですけども、画像を起点にして画像から音楽のジャンルの変換の時の表形式でまとめてくれっていうと、 右側になっています。でこれ、1対1の対応になっているんですけども、これが、えっと、1対1の、えっと、対応にならない場合もありますということで、それが根本的なその一貫性とかがなかなか持たせられないような別の理由になっているように思っていますで。左上の方の,この画像を規定にして音楽のジャンルの標識形式でまとめてくださいというと、こになりますとで。それに対して、今度は、 えと画像を起点して音楽のジャンル表を作りますと、この抽象画なんかですと、ロックとエレクトロニックですとか、エレクトロニックが一、まあ、位にこう定まってない、一体他,他,、ね、他の関係になってしまっているのが、うまくその一貫性を持たせられないような原因っていうふうにちょっと考えられそうかなと思っております。で結構その、もともとそのこの辺の,その人間の感性も、 えっと、音楽から画像に行ったときと画像から音楽に行ったときで、必ずしもその一対一にはもちろんならないんですけども、この辺が多分元々データベース上のその項目の対応もない、ジャンルの対応もなかなか難しいっていうことが、えー、あるというのがわかります。で、これをあのテクニカルな形で、その何とかできないかって言ったときによく私もオントロージーとかっていうのをよく聞いてたんですけども、 オントロジーというのは、えっと、上位概念とか下位概念とかっていうのをうまく抽出してくるような、確かツールとかそういった、あの、使い方だと思ってまして、これを例えば先ほどの一対一が一対単になってしまうようなジャンル表を再構成して、一対一とかうまくこう、えっと、大分類、中分類、小分類とかっていう形で、うまくこう分類をうまくできないかっていう時にオントロジー使って、プロモトでちょっとやってみたんですけども、 あの、黄色くなっているところの中分類なんかは結構、いくつかこう、一体単独感になってしまってるんですけれども、えっと、小分類の方で結構、あの、細かく出てきたりとかしていますと。で、これを実行するためのプロモプトも実際に作ってもらったりとかしたんですが、作らせたんですけれども、あの、中小画の例えば創造的なエネルギーを音楽に変換してくださいとです、ねで。こういうふうにやると、大体、あのー、一対一にこう、近づくような形になる。ということで、 そのジャンル表のその再構成っていうのは結構オントロジーっていうのはなかなか実用化できないって言ってますけどもそのこの今回のような形である程度こううまくやっていけば1位に定まるような分類とあとそれに紐づくプロンプトができそうですということはあのー、少し見えてきましたとこれによってある程度解釈ができるようなある程度説明がつけられるような形になってきてな 持ち込めるかなとかっていうのが、このジャンル表と、あとオントロジーを使ったジャン,ジャンル表の影響だったりとか考えてるんますで。時間があればということで、これはちょっとあの後でスキップしたいと思うんですが、本当はその、えっと、モーダル感っていうのは、モーダルっていうのはその音楽のデータにだけじゃなくて画像もありますし、動画もあれば、あともともとのテキストのデータもありますとで。これを例えば音楽のジャンルを、例えばクラシックですと、クラシックを元にして、 画像にこう変換した場合に古典的な風景画ですとか、動画でしたら歴史的なドキュメンタリーとか、あるいはテキストでしたら、あのテキスト文文章でしたら、歴史的な物語や詩とかって形で、こう、クラシックのジャンル、音楽のジャンルから、えー、と変換したときに、こんなような形になるんだなっていうのはなんとなくイメージがつくんですけど、結構、あの徐々にこう離れていくようなあの感触はちょっとあるような、見受けられるような気がします。 えー、例えば、ジャズなんかですと、この辺は一致するんですけど、これを、例えば、ジャズをテキストで書いたときに、都市の都会の夜の、まあ、描写とかっていうのは、若干ある程度、こう、イメージがつくような感じになっていると思いますので,で、ここから何が言えるかっていうと、マルチモーダルの変換というのは結構、その、私たちのユーザー側の視点で立ってみますと、なかなか一致しづらいようなところにもともとあるような気がしました。ということが言えそうですとで。まとめとしまして、 えっと、エニー・トゥ・エニーのそのワルジモダルの AI の実装っていうのに向けて、今回、あの、いくつかこう、道筋を立てていったんですけど、まずはそのテキスト・いうイメージであれば、ジェミニー使ってやってみようと。あるいはイメージ、イメージ・トゥ・ミュージックでしたら、あの、ウディオあ、ウディオですとか、あの、先ほどのハギング・フェイスのスペーシーズとか使っていくことができて、使うことができるので、で、それがある程度こう、一致しているような内容が、あの、結果が出れば、 つぎはぎで実装できるんじゃないかと。もともと NGPT もつぎはぎで作られているので、そこのところでしっかり一貫性と、あと説明性というんでしょうか、あの解釈、解釈がある程度こうできて納得できるようなあの内容であれば、あの多分ん、まあ、使ってもらえるかもしれないなってことに近づけるかなっていうふうにこう言えそうですと。と2番目というのが、生成された曲のそのハギングフェイスであったり、あるいはあのウディオなどとかで使ったものっていうのは、えー、ちょっと、あの、 音声出,なっても出,な出せなくて申し訳なかったんですが、かなり似てる曲だったと。でテキストのキャプチャーをコントにして生成しているからっていうのがもともと多分おそらくあるんだと思います。であと3番目に、この一貫性というのはテキストのプロンプトで担保されてもいるということが言えると。4番目にはあの解釈可能性としては、オントロジー使うと、あのー、画像から音楽、音楽から画像の,この双方向で一対一ではなかったんですけども、 ある程度1対1に対応させるようなことが少し期待できるかなと思っています。でこういうのは1番から4番を、あのー、踏まえた上で実装していくと、どういった特典があるかっていうのを考えてみたんですけど、なかなかマルチモーダルでこう実感でき、私たちの人間自体はその画像とか音声だけじゃなくて、いろいろ聴覚とかいろいろフルに視覚とか使ってるわけですけど、例えばその、e、EC のレコメンドなんかにこう応用ができそうかなって思ってまして、 あのー、昔言われてた完成マーケティングに近いような購買促進とかも少し、あのー、違った角度で実現できるのかなっていうのが今回のまとめと課題だったりとかします。以上となります。